ありがとうございます。お疲れ様です。マッハスピード遅刻の肩慣らしでーす。よろしくお願いします。お願いしまーす。はーい。なんにもないなぁ。なんにもないくなぁ。命の恩人の白鳥さんってキャラありますよね。私がやってる。うん。あれが、白鳥さんが、この度、お、CM デビューしました。えぇ、ーありがとうございます。お、何、どういうこと？まあ、ウェブ CM なんですけど、うん、石田健人くんっていう作家さんがしてるんですけど、健人くんからなんかすっごい久しぶり連絡来て、うん、ちょっとなんか、ウェブ CM を今ちょっとやってて、うん、ちょっと坂巻さんにやってほしい役があるんでお願いできないですかみたいな。で、まあ、ギャラは多少なんですけど、いいですかねって言われたから、うん、あ、もう全然そんなんやるよって言って、うん、言ったら、なんか、こう、何の会社だったかな、なんかね、こう、お金を送金する24時間できるみたいなサービスをやってる会社のウェブ CM なんです、うん、って、うん、台本みたいのがこう送られてきたら、うん、サラリーマン役なんですよ、うん。サラリーマンで、その新入社員の女の子に、こう、いろんな上司が絡んできて、うん、それを新入社員の女の子が避けて、かわしていくみたいな、なんかそんな感じのストーリーで、うんうん、で、ケント君が、でも、どんな感じでやったらいいのって聞いたら、うん、面白いことあるじゃないですかって言って、うん、命の恩人、うん。イメージしてるのがあれで、うん、先方さんにも見せたら、うん、あれでやってほしいみたいな言われて、うん、白鳥さんの、うん、サラリーマンバージョンみたいな感じの、へやってほしいって言って、うん、1週間ぐらい前に撮ってきたんですよ。うん、撮ってきたら、うん、なんかね、もう、行って結構すぐ始まる感じになったら、うん、もうケント君がもう全然やりすぎちゃっていいんで、うん、やりすぎちゃっていいんでみたいな感じで言われるから、うん、もうちゃんとまあメガネだけ持ってたらね、うん、まあ下スーツなんだけど、うん、でやって普通にこう女子社員がこう来るんですよ、うん、来たら、え、何々ちゃん、この中で美味しいイタリアンの店があるんだけど、何を受けて行かないみたいな。あ、でも忙しいんで、え、ちょっと待って、ええー、みたいな感じなんだけど、うん、なんかね、すっごい笑ってくれる感じなの。雰囲気が良くて、うん。もう、あ、面白い、みたいな感じになって、うんうん、ケント君も、もうもっと全然やりすぎていいっすよって言うから、うん、結構やりすぎたのよ。うん、もう、この舌舐めずりして、ロレロレロレロやって、うん、面白かったですって撮り終わったんだけど、うん、後から思ったんだけど、うん、CM じゃないですか、うん、で多分その場にな、広報みたいな女性の方はいたんですけど、多分 CM とか自体も撮るの多分初めてだったと思うんで、うん、その場のノリでそんな空気になってたんですけど、うん、お偉いさんみたいな人はいなかったんですよ、うん、CM で白鳥さんのあの感じダメじゃないかなって、すごい。不快感。そうだよね。その商品を使いたくなくなる。こういうの取れましたって言って、もし社長さんみたいな人で見せたら、うん、ボツとか出るんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど。うん、まあ一応取ってくることは取ってきたんで、うん、っていうことの報告を今したかったっていう話です、ね。ああ。はい。報告か。はい。報告だけ？うん。いや、なんかもっと面白いことなかった。アンテナ張ってればあったんじゃないの。いあるよね、普通ね。うん。いや、レロレロ、レロレロやって大丈夫かなって思って。ああ、そうなんだ。話なんですけど。そうなんですよ。まあ、いつあれになるかわかんないんですけど。そうなんだ。うん。つい最近ちょっと撮ってきまして。うん、どうなんだろうね。うん、でもレロレロ、結構気持ち悪くて。でももう、それはもう、白鳥さんではなくなるからね。どういうこと？やりすぎてる白鳥さんっていうのはね。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。理論で言うとね。俺の中でも固まってるから、白鳥さん。まあまあ。生き様と。あなたが生み出したキャラクターではありますからね。そうそうそう。はいはい。もう多分違うよね。声の出し方もね。多分ね。まあそうですね。大丈夫かな、それ。何が？現場行った方が良かったんじゃないかな。違うとか。違うとか。うん、いやいや、実際。行った方が良かったかな。
あと、もうルサンチマの浅川さんとかもなんかいたみたいで。あ、もうその、なんていう、ゲテ物を集めるとか。なんか、ちょっとそういう感じだったのかな。その浅川さん撮るとか俺見てないからわかんない。それなんなんその CM 撮影。ないよ、この世にね。そんな CM 撮影。なんでその、行ったって、放送作家でしょ、あれ。あ、ケント君は放送作家さん。放送作家さんが仕切る CM ってこと、うん、企業の。企業の。でもお笑い系の作家さん多分面白くとにかくしようとして撮ってんだけど。それ本当かな、大丈夫かな、ドッキリ。いや、ドッキリじゃない、完全に撮って。本当に、いや、ちゃんとした感じ。ちゃんとしたカメラだった。いや、こういう感じのカメラだったけど、カメラは、ね、ありえるそんなこと。ウェブ CM ってそんなんで撮るの？ウェブ CM って結構だぜ、今。ウェブ CM の画面見る人多いかもしんないよ。まあ、若い子。結構力入れんじゃないの？まあ、なんだろう、その制作会社的な感じのことではなかったかな。なんかちょっと。マジで？なんかスタッフ。制作会社のなんかスタッフ的な女の人がいて、いくら客だって。いや、お金はまだ。いや、本当に。いや、全然。ドッキリなんだよ。いやいや、ドッキリってどういうこと？なんで？いや、だってそんなしかもらえない CM ってある？でもウェブ CM だから。ウェブ CM って何？何で流れるんですか？ネットじゃないですか。まあサイトかな、ホームページとかそういうとこで流れるやつかな。あれだ、YouTube のああいうとこに出てくるほどの、その大、ではなくて。ではなくて、だったらもう。どういうこと？どこで流れんの？それ。それ聞いてへん。なんか、Web CM っていう情報だけ俺に入ってきて、別に全然やるよって言ってやったから。そうですか。はい。ちょっとね。ちょっと怪しいですね。いや、怪しくないでしょ、別に。怪しいでしょ。怪しさしかないでしょ。値段と、浅川さん。浅川さん。あと、竹井。まあ、結構、あの、なんで浅川さんがいたの？ね、多分、ケントくんが、ガジュマルの小林に、いないかなって言って、小林がいろいろ名前出したから、俺とかが出てきたわけ。キモい人って聞いたのかな、なんか、キモい感じのって言ったら。キモい感じの。ああ、だったら坂巻さんとかどうすかって言ってくれたか、で、浅川さんとかも出てきた。ああ、なるほどね。うん、そういう感じの。怪しいな。怪しくないですよ。お仕事いただいてありがたいなっていう。怪しくないですよ。いや、だって、いや、お前が言い出したんだろうが。そんなわけないって。いや、怪しいというか、大丈夫かなっていう不安があった。だって誰もいないんでしょ？お偉いさんみたいなのが。なんか女の子はいた。その会社の女性みたいな人が、すごい手叩いて笑ってた。おかしいだろ。こっちも気分よく。いや、おかしいよ。もっと気持ち悪くしますか？どういう CM だろうね。何なんだろうね。ちょっと仕上がりが。そっか、でもまあ、なんか、そういうことなのかな。こういう、そういう人とは関わりたくないから、送金しますよ、みたいな。代わりに。みたいな。流れなのかな、なんかそういう筋だったのかな、あちゃん、うん、なんかそんなことだと思うんですけどもね、あのドッキリじゃないって。いや、ドッキリじゃないわかんないじゃん、そんなの。ドッキリにしてもどういうドッキリなのこれ。また俺もう嫌なんだけど、そういうドッキリ。一回北の映画出るみたいなドッキリもされてるし。いや、それと一緒にすんなよ、こんな。そんな規模が全然違うじゃん。嫌なんかい。全然いいじゃん、そんな、ドッキリのがいいじゃん、まだ。そっか。誰も見てないウェブ、ウェブ CM。ウェブ CM 出どころもわからないって何なんだよ、それ。そうか、ドッキリのが逆にいいのか、テレビだから。ドッキリかもわかんないけどね。ウェブのドッキリ。ウェブドッキリ。ウェブドッキリ。まあ、みたいなね、ことがあったよっていう。なるほどね。ぜひ、あの、また告知しますんで、もし放送されたら。もう、幻の作品なんですね。幻の。ちゃんと見ないと、そうですね。いつの間にか消えてるかもしれませんね。はい。交互期待ってことで。お疲れ様でした。いってらっしゃい。わし。毎月開催、新ネタ3本下ろす若手ライブ、3月30日。やります。来てください。あれ面白いから。無料です。よ
よろしくお願いします。3本新ネタなのでなかなか見れないと思います。コロナも、緊急事態宣言上げてると思いますので皆さん来てください。来てね。